フアンカルロス・テレサ・シルベリオ・アルフォンソ・でボルボンイ、バッテンベルグは、スペイン王アルフォンソ13世と、王妃、ビクトリア・エウヘニアの、第四王子、国王フアンカルロス1世の父。フアンカルロス1世の即位後、バルセロナ博に除せられ、死後、スペイン王フアン3世の尊王が送られた。フアンには死残の一人を除き二人の兄がいたが、長兄兄アストリアスコアルフォンソは、 非戦結婚のため、実刑セゴビアファイメは、聴覚の障害のため、それぞれ多い継承権を放棄していた。父アルフォンソ13世は1931年に亡命していたが、死の直前の1941年に名目上の王位を不安に譲った。不安は1935年に、給料シチリア王家の出身である、マリアデラスメルセデスとローマで結婚した。 二人の間には四個が生まれた。スペイン内戦の後に実権を握ったフランシスコ・フランコは、ファンがリベラルすぎることを恐れて、その帰国を望まなかった。しかし、その長男ファン・カルロスは、受け入れ、政権の後継者として、帝王学を学ばせた。フランコが1975年に死去すると、遺言により、スペイン公、ファン・カルロスは、 国王フアンカルロス一世として王位につき、スペインに王政が復活した。フアンは1977年に、形式上の王位請求権を放棄し、その代償として、フアンカルロス王は父に、バルセロナ博の称号を公式に認めた。1988年には、スペイン海軍代償に除されている。1993年に、パンプローナで死去し、 スペインオフアン三世の称号と礼遇により、エルエスコリアル修道院に埋葬された。ありがとうございます。